今回のテーマはサイドバックの裏への飛び出し。中盤の選手とディフェンスの選手が入れ替わってパスを受ける動きです。相手がマンツーマンの場合、相手がずっとついてるからなかなか落ち着いてパスを受けることって難しいよね。でもこのマンツーマンってうまくやればこっちの有利にできるんだ。どういうことかというと、マンマークで相手がついてくるってことはマークの切り替えをしないということなんだ。もちろんマークの切り替えは選手の判断でするものだけど、マンマークに慣れてしまうとマークしている選手にずっとついていくことがある。だからそれを利用するんだ。やり方は、中盤の選手が相手にマークされているとして、そのまま相手を連れて下がっていく。そしたらスペースができるので、サイドバックの選手がそのスペースに移動してパスを受けるんだ。つまり味方の中盤の選手を追い越してパスを受ける。それができたらビッグチャンスを作ることができるよ。しかも自分は前を向いていて、相手はゴールと反対向きだから前を向いているこっちが有利。下がった中盤の選手はディフェンスラインのサポートをする。サイドバックが上がっているからそこのスペースをケアしよう。コーチ目線で言うと、ショートパスをつなぐことを基本コンセプトにしていても、相手の裏をつくということは最も優先度が高いことです。だからショートパスとロングパスを組み合わせて教えることが大切です。今回はここまで。良ければいいね、チャンネル登録お願いします。